そうですね。でも僕が昨日皆さんと会って嬉しすぎてちょっと嬉したけど、皆さんにちょっとあ知らせが心配をかけたけど、今日無理しない範囲で最後まで頑張りますから、皆さんぜひ見守ってください。理解してください。大丈夫ですよね。心配しないでください。大丈夫です、はい